2023年6月2日、福井県美浜町にオープンした道の駅若狭美浜浜日和。動画は別にアップしていますので、そちらで詳しく解説しています。実は今、福井県では道の駅がオープンラッシュなんです。今回は浜日和と一緒に巡りたい福井県の最新道の駅をご紹介します。あわら市は福井県の北部、石川県との県境にあります。道の駅は北方湖という汽水湖に面していて、目の前には湖が広がっています。ただ湖というよりも川の河口というイメージで、石川県側は大正寺川という川の河口部にあたり、すぐ日本海に流れ出ています。そうこう言ってるうちに道の駅に着きました。こちらがあわら市に2023年4月22日にオープンした道の駅蓮如の里あわらです。最近の道の駅にしては駐車場があまり広くありませんね。平日の訪問でしたが常に満車の状態でした。そのため道を挟んだ反対側にある蓮如上人記念館に第2駐車場が設けられています。混んでいる時は最初からこちらに停めてもいいかもしれません。さて、道の駅の名前にもなっている蓮如とは室町時代のお坊さんで、この場所に修行の場である御坊を建てたことでも知られています。道の駅の裏手に小高い丘がありますが、これが吉崎御坊です。道の駅のすぐ脇にあるのは本願寺吉崎別院。入り口の念力門は京都の本願寺から譲り受けたもので、1950年に再建されました。吉崎御坊からは北方湖を見下ろすことができますので、散策がてら登ってみるのもいいかもしれません。ちなみに道の駅のシンボルマークは吉崎の文字をロゴ化したようです。早速店内に入ってみましょう。木目調の落ち着いた雰囲気ですね。最近のトレンドの黒を取り入れたデザインです。あわらの名物見つけましたよ。さつまいもの富津金時です。あわら市の富津地区で栽培されているのでこの名前がついたそう。赤土を含んだ砂地で育つことでホクホクして甘いさつまいもになるのだとか。その特徴を生かしてパンの具材として利用されたり、スイーツに使われたりしています。こちらはバームクーヘンですね。道の駅限定商品も探していきましょう。鬼面どら焼き、なんとも恐ろしげなどら焼きですね。なんで鬼の面なのかと思ったら、嫁おどし肉付きの面っていう逸話が残されていて、それにちなんでいるからなんですね。こちらはおまんじゅうに焼き印が押してあります。その他にもあわら市の町おこし団体あわら湯けむり創生塾の公式キャラクターの道の駅限定デザイングッズも売られていました。こちらが食事どころです。外にはテラス席もあります。朝の時間帯なのであまりお客さんはいませんでしたが、開店から10時半までモーニングのメニューも準備されています。福井名物のおろしそばなど麺類が充実していましたが、先ほどの鬼面の焼き印が押されたオムライスなんてメニューもあるらしいです。近くにこんな珍しい施設があります。越前加賀県境の館。県境マニアにはよく知られた建物の真ん中が県境になっている場所です。続いて小浜湾に面した若狭の国小浜市です。こちらがリニューアルオープンした小浜市の道の駅若狭小浜です。外観の雰囲気は変わりましたが、中はどうでしょう。早速見ていきましょう。君も行商人になろう、
サバ街道をたどった行商人になれるんですね。ちなみに行商人の格好で買い物をするとへしこ飴をプレゼントしてくれるそうです。今回のリニューアルにあたってはあるコンセプトがあったそうです。それがサバ街道ワンダーランド。通りでディスプレイがこんな感じなはずです。店頭には様々なメーカーから出されているサバ寿司が並んでいました。サバ寿司は道の駅の売り上げナンバーワン商品。好みに合わせて購入できるのも嬉しいところですね。ちなみにこのディスプレイも素晴らしい。おなじみの醤油差しがライトになっています。さらにサバのぬいぐるみをつかむサバ街道キャッチャーもありました。これは掴みづらそう。サバ関連商品に交換することもできるそうです。サバといえば忘れてならないのがサバ缶。陳列方法もこだわってますね。サバ缶ウォールと呼ばれているそうです。およそ30種類さまざまな味付けのサバ缶が並んでいます。さらに宇宙飛行士の野口さんも絶賛した宇宙食にも採用されたサバ缶も販売されていました。これ地元の高校生が開発したんですよ。若狭の伝統工芸品もありました。若狭の若狭塗り箸。塗り箸としては生産量日本一なのだそうで、およそ150種類が並んでいます。工程がわかるディスプレイもいいですね。スイーツも道の駅オリジナル商品。若狭オバマプリンは2022年に販売開始されて定番商品になったようです。さて今回のリニューアルではテイクアウトコーナーも一新されました。それがこのオバマポケット。ピタパン生地に具材を入れて提供するスタイルの店舗のようです。実はこれまで休憩所と店舗が別棟でしたが、この店舗で連結されて一つの建屋のようになりました。これまでの休憩スペースはイートイン的に利用できるようです。早速味わってみましょう。醤油香るサバポケットと自家製ポテトセット。かなり具沢山です。ではいただきます。特製ソースがバランスいいですね。オバマの伝統食である魚の醤油干しをうまく取り込みながら、具沢山にするためにピタパンを採用するなど結構考えられたメニューですね。ポテトも2度揚げしてカリッとした仕上がりです。がっつり食べたい方は羽釜で炊いたご飯が味わえるレストランでどうぞ。最後は県の中央部越前市です。こちらには2024年3月に敦賀まで延伸される北陸新幹線の越前武生駅がありますが、この駅に併設する形で2023年3月に道の駅が開業しました。では施設内を見ていきましょう。入ってすぐのところには大正14年創業の武富製麺の直営店越前屋があります。スイーツはどら焼きが売りのあうん。先ほど紹介した富津金時を使ったどら焼きがあるそう。物産販売所も見に行きましょう。明るい感じの店内ですね。新幹線駅になるだけあって品揃えは県内のお土産をまんべんなく揃えている印象でした。
ここの特徴はやはり鮮魚でしょうか。地元鮮魚店が運営しているだけあって、福井県内の他の道の駅とは品揃えや見せ方が違います。こちらで卸もやってもらえるほか、週末はマグロの解体ショーなどもあるそうです。駅に加工調理場があるのもいいですね。ちなみに水槽なんかもありました。さて、2階はレストランになっています。運営会社直営店なので海鮮が売りのレストランになっています。新幹線の高架も眺めることができるガラス張りの明るい店内です。一角には握りも楽しめる寿司店があります。こちらでいただいたのは海鮮10種の乗った海鮮丼。見た目がインパクトありますね。蓋がはみ出しちゃってます。解体ショーもやっている通り、マグロは推しなのか、本マグロが乗ってますね。早速食べてみましょう。相変わらず食レポをしない道の駅キュレーターですね。美味しかったです。海鮮以外には掛布のご当地メニューであるオムライスの上にカツの乗ったトルガライスの提供もしているので、こちらも要チェックです。デザートはそばソフトにしてみました。上に乗ってるのはそばの実なんだそうです。そばの風味というよりそばの実の食感がいいですね。さっぱりしてるのでペロリといけちゃう感じでした。ごちそうさまでした。さらに屋外にオープンしたのはバーベキュー施設です。一部道の駅にはありますが、このエリアでは意外とありそうでなかった施設。家族や友人と利用してみるのもいいかもしれません。新幹線駅から行ける 3X3 のコートがあるというのも珍しいです。そのうちここで試合が見られるかもしれないですね。若さ美浜、浜日和と一緒に巡りたい3つの道の駅を紹介してきました。こうしてみると福井の道の駅のクオリティも一気に上がりました。今後もどんどん新しい商品サービスが加わると思いますので、ぜひ訪問してみてください。